ンポン。うんうん、どないしたんや。いや、家の電子レンジが壊れてしまって。そうなんか、新しいのを家電量販店で探して、価格 .com で最安値を見ていました。ああ、あるあるやな。でも結構高くて。そうなんか、見せてみ。はい。位置的な話かな。これを見て何を判断するねん。空との一体感あったとして何なんだボケ。電子レンジに求められない要素ナンバーワンやろそれ。てかよく見たら標高 .com ってなってるやん。なんやねんこれ。テーマが斬新。ほんとだよ、ちゃんと価格 .com 開けや。うるせえ、褒めろ。なんでだよボケ。あ、欲しいのこれです。どれどれ。ええやん、ただまだ買うのは早いで。しっかり口コミ見なあかん。どれどれ。いい感じです。お、ええやん。高さもちょうどよく、ちょっと硬い部分もあるけど、はい、快適に座らせてもらってます。座んな。立った方がいいですかね。おめえは座ってろ。なんやこの口コミ、参考にならんやん。罪。キャー、デザイン超かわいい。テンション高。しかもここは苦悩。こいつもバクか。これから超デコってキラキララメってこうかなって感じ。超お買い得だしおすすめー。おっさんじゃねえか。ねえねえ、なんや、私と電子レンジ、どっちが賢いと思う。電子レンジ、次。使っていた電子レンジが故障したので新しく購入しました。お弁当の温め、冷凍食品の解凍など、問題なく使用できました。値段も安く、手頃です。やっとまともなやつ来たわ。でも、得点は少し不満でした。得点。いやいらん。原始人のフィギュア何回なんやろ。でも見てほら、等身大ですよ。なおさらいらねえんだよ。たく、なんやねんこの口コミは。もしかして、この商品って私が想像してる電子レンジとは違う商品なんですかね。大丈夫や。今回ばかりは珍しく先生は正常や。